カイルマ州シ,シュはアメリカ合衆国カリフォルニア州ビュート郡チコ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ、インディアンの野球選手。性の発音は、ローシュ1996年の MLB ドラフト29巡目でシカゴカブスから指名され、プロ入り。1999年5月21日にリック・アギーレラ及びスコットダウンズとのトレードで、 j ライアンと共にミネソタツインズへ移籍。2001年6月22日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビューする。翌2002年から先発ローテーション入りし、2005年まで毎年30試合以上に先発登板。防御率は4点台前半5点台前半ながら、2002年2003年には2桁勝利も上げた。2006年は開幕から不調で、 メジャーデビュー以降一度もなかったマイナー広角も経験。2006年7月31日にザック・ウォードとのトレードでポストシーズン進出を目指し先発投手の補強を目論んでいた新シ品シキレッツへ移籍。2007年7月30日にマット・マロニーとのトレードで先発投手陣に故障者が続出していたフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。2008年3月14日に セントルイスカージナルスと1年425万ドルで契約を結んだ。デイブ・ダンカン投資コーチに速球と変化球でグラブを構える角度が違っていることなどを指摘された結果、この年15勝を挙げるなど活躍して4年の契約延長を結んだ。2009年は6月に上腕筋、8月に太ももの付け根の筋肉を痛めて117.2回しか登板できなかった。 2010年は5月にまたしても上腕筋を痛めて、復帰に2ヶ月半を要し、前年に引き続き消化不良に終わった。2011年は一転して安定した投球を続け、188回を投げ防御率とホイップは自己最高、14勝はチーム最多。激しいプレーオフ争いをしていた9月には4試合に、登板して防御率1.37と見事な投球で、 ワールドシリーズ制覇に貢献した。2012年はさらに好調で、勝利数、投球回数、防御率、脱三振、ホイップ、フィップ、ズフィップ、BBQKBBO など数多くの指標で、キャリア杯を記録。サイヤング賞の投票で7位に入った。リーグ1位の勝率だった。2013年は、前年の好調ぶりを売りに FA 市場へ出たが、 なかなか契約がまとまらず、開幕直前の3月25日にようやく、ミルウォーキーブルワーズと3年3300万ドルで契約を結んだ。この年は32試合に登板して11勝10敗、防御率3.35という成績を残した。2014年、3年契約の2年目として、ブルワーズで先発ローテーションに入り、フルシーズン投げた。 この年は31試合に登板して13勝9敗、防御率3.54という成績を残し、3年連続で2桁勝利を挙げた。しかし、防御率は2年連続で悪化した。寒風には、自身初の単年での複数寒風だった。2015年6月26日のツインズ戦に勝利し、全39弾勝利を達成した。11月2日に FA となった。 2016年5月13日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、参加の a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。7月9日にメジャー契約を結んで25人枠入りしたが、2試合に先発して0勝2敗、防御率12.54と結果を残せなかった。7月26日に DF となった後、FA となった。フォーシーム、スライダー、 カーブ、チェンジアップ、シンカーを投げる。ありがとうございます。